結局芸術が何を果たすかということを考えるとこれは人類が人類になった頃から始まって自分たちが社会をどういうふうに造形していくかそれを示してきたのは実はいわゆる尋問的な知識いわゆる理系テクノロジー的な知識その全てを総合して。 新しい生き方新しい生活様式新しい社会の在り方そうしたものを常にモデルとして提出してきたのは芸術だと思っていますその芸術にはジャンル別の区分というのは別にない視覚に関わること聴覚に関わること言語の記憶に関わることイメージの記憶に関わることこうした全てを総合して何か 今までとは違うやり方を示す。それが我々の取り組もうとしていることかなと思います。総合芸術系の山本洋平です。2022年度から新たに参加することになりました。よろしくお願いします。専門はアメリカ環境文学、まあ特にヘンリー・デイビス・ソローとかあのヴィラ・キャザーといったあの自然を豊かに描いた作家を専門としています。 広く環境文学エコクリティシズムあるいはアメリカ西部文学といったようなことを専門にしていますので関心のあるる方はいいいいいつでも連絡してきていただけるといいかとか思いますこの総合芸術系は理工学研究家の中にあるとはいっても非常に文学映画に造詣の深い先生が多くて特に環境文学をやるには 日本の中で屈指の集団じゃないかというふうに思いますので関心のある方はぜひ遊びに来てください。まあ、総合芸術系の中で、まあ、自分の位置ということを考えた時にやはりあの自分は特にこう文学であるとか詩批評といったところにまあ関心がありますのでその点について皆さんの研究のお手伝いができると思います。ぜひ遊びに来てください こうまあ、多様なものを背負った人たちが集まってくる一つの場所でそこではいろんなものがこう混交して混ざり合ってこう豊かなものが生まれていけるようなそういうまあ場所っていうかトポスっていうか、まあ、そういうものであればいいなと思います。